こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。この春、日本ミツバチの天敵のスズメバチが鳥の巣箱に巣を作ってしまいました。この巣箱は師匠が作ったもので、今年も可愛い小鳥を待っていたのですが、やってきたのは珍客でした。この動画ではカメラマンのゆういちくんが定期的に観察したスズメバチの巣作りの様子を紹介します。このスズメバチは黄色スズメバチという種類で、女王バチが1匹で巣を作っています。そしてその隣にはなんとアシナガバチの巣があります。これには本当に驚きました。スズメバチはアシナガバチを全く気にしていないようです。しかしアシナガバチは心配そうにスズメバチを見ています。これからこの2つの巣はどうなってしまうのでしょうか。ところで、ニホンミツバチの養蜂では殻の巣箱を設置しておいて、野生の群れに引っ越してきてもらいます。すごい。今回は思わぬ形でアシナガバチとスズメバチが住み着いてしまいましたが、貴重な観察の機会なのでこのまま見守ることにしました。2日後、巣を下から撮影できるようにカメラを設置しました。スズメバチの巣は外壁で覆われていますが、中にはアシナガバチと同じような巣があります。女王バチは2層目をもうすぐ作り終えるところです。このように壁と壁の間に隙間があることで断熱性が高くなります。スズメバチの巣の素材は木です。木をかじって巣に持ち帰り、口を使って加工して紙のように薄い壁を作ります。アシナガバチはスズメバチを心配そうに眺めています。アシナガバチの巣にはたくさんの大きな幼虫がいます。しかしスズメバチの巣には幼虫は見えません。どうやらアシナガバチが先に巣を作り、後からスズメバチがやってきたようです。女王バチは狩りに出かけ、巣を留守にしますが、幼虫が食べられてしまうことはないようです。しかしこの2匹の女王バチが共存することは難しいでしょう。アシナガバチの巣は成長すると直径15センチほどになります。また黄色スズメバチは日本で最も大きな巣を作るスズメバチで、巣の直径が50センチを超えることもあります。この巣箱はどう考えても狭すぎるのです。その瞬間は突然やってきました。アシナガバチの女王バチが突然襲いかかったのです。しばらくするとスズメバチの女王バチは何事もなかったように帰ってきました。しかしアシナガバチの女王バチは巣箱から逃げ出してしまいました。このまま女王バチが戻らないと、この幼虫たちは死んでしまいます。3日後に見に行くと、アシナガバチの女王バチは巣に戻っていました。怪我も負っておらず元気なようです。スズメバチやアシナガバチの女王バチは働きバチが羽化するまで1匹で子育て、狩り、育児を行います。狩りの途中で命を落とすことも多く、大きな巣を作り上げるのはほんの一部だけなんです。女王バチを支援するため、ミツバチの天敵のスムシを与えました。スムシはミツバチの巣を食べてしまう厄介なガの幼虫です。1匹丸ごとは大きすぎたようです。少し小さいのを与えます。アシナガバチの女王バチはスムシを受け取ると丁寧に丸めて肉団子にしました。そして肉団子から小さな肉片をかじり取り、幼虫に与えます。アシナガバチは畑の芋虫や毛虫を食べる益虫で、農薬をなるべく使わず野菜を育てるために保護する人もいます。黄色スズメバチの女王バチにも同じようにスムシを与えてみます。し
化し、顎にスムシを加えたまま出てきてしまいました。スズメバチの巣にはまだ幼虫がいないか、いても小さいので餌を必要としていないようです。この直後にまた戦いが起こってしまいました。前回と同じくスズメバチは何事もなかったかのように巣に戻っていきました。数分後、スズメバチにスムシを与えているとアシナガバチの女王バチが戻ってきました。なんとアシナガバチはスズメバチの巣に入ろうとし、中のスズメバチにびっくりして落ちていきました。少し経ってから見に来るとアシナガバチは巣に戻っていました。しかしその日を最後にアシナガバチの姿を見ることはありませんでした。幼虫はまだわずかに動いています。もうすぐサナギになりそうな幼虫もいますが、餌を与えられていないので成長が止まってしまっているようです。一方でスズメバチの幼虫は5日前にはほとんど見えませんでしたが、大きく成長していました。小鳥の巣箱の中にアシナガバチの女王の亡骸はなかったので、スズメバチがアシナガバチを殺したのではないと思います。おそらく狩りの途中で死んでしまったのでしょう。今回スズメバチの巣の中を撮影するためにペリスコープレンズを用意しました。巣箱の底の板を外してそーっと台に乗せて撮影します。働きバチが多数いる巣であればあっという間に刺されてしまいますが、女王バチは攻撃性がとても低く襲ってくることはありませんでした。先端にライトがついていて明るさが確保しやすいのが嬉しいです。巣の観察に戻りましょう。2日後に見に来るとさらに幼虫は成長していて巣の穴が狭そうに見えます。そのさらに2日後、観察を始めてから2週間でようやく2匹の幼虫がサナギになりました。アシナガバチは女王バチがいなくなってから10日も経ちましたが、なんとまだ動いている幼虫がいます。キイロスズメバチの女王は6月に入っても順調そうです。1日に1匹のペースでサナギが増えていきます。細かい木のようなものが眉の上についていましたが、何のためかは分かりませんでした。再び異変が起こります。なんと一番早く羽化するはずだったサナギが突然いなくなりました。スズメバチは餌が不足すると幼虫を間引いて別の幼虫に与える習性があります。おそらく女王バチに引き抜かれ他の幼虫の餌になったのでしょう。もしかしたらサナギ自身の成長に何か問題があったのかもしれません。3日後に見に来るとサナギがいなくなった場所には卵が産みつけられていました。サナギになってから約2週間後、ついに最初の働きバチが羽化しました。これで女王バチは産卵に集中でき、巣はどんどん大きくなるでしょう。働きバチが羽化するまでに多くの場合は力尽きてしまいます。この女王バチは大きな関門を突破したのです。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではミツバチやスズメバチの生態を紹介していますので、興味がある方はチャンネル登録をお願いします。高評価もぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。